今横浜であるとか東京っていう地域を中心として、まあ、いろんな飲食店であるとか食っていうものを中心にしながら経営であるとかあるいはマーケティングであるとかそういうものをこう学んでいくという感じのゼミになっています。外国人の方がお店を選ぶ基準っていうのと日本人が選ぶ基準っていうのはまた違いますし、参考にしているサイトとかそういうのも違いますので、そういうところからこう彼ら学生自身も発見があったりしますし、なんでこの店を選んだのかとか、どうしてこの店を見つけられたのかとか、何か不便なところはなかったかとか、そういうことを言ったりさせるっていうところですね。インタビューをするっていう経験自体がね、彼らにとっては新鮮な経験なのかなとか思ったりしますし、それ自身はやっぱり見つける、いかにこう話をすることが難しいかっていうことを学んできているという感じですかね。物事の表面的なところだけ見ればね、基本的にはなんか自分の気づかないところでもすごくこう深いところでやっぱりこういろんなところがつながっていたりとか、あるいはそのつながりの中で人が動いていたりとかっていうところが社会の中にはたくさんあるので、そういうものをこう自分が深く分析をしたりとかね、あるいはそういう分析をすることを人に言われてするんじゃなくて自分から主体的に動けるようになるとか、あるいは何か動くときにこう本当にこれ大丈夫かなとか、こうどういうふうにしたらいいんだろうなっていう怖い気持ちもいろいろあると思うんですけど、その中でもとりあえず飛び込んでやってみるみたいなね、そういうこう形で社会人になったときに動けるような人であってほしいし、そういうふうに育っていってもらえたら嬉しいなとは思います。